はい、皆さんこんにちは。前回の動画では東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾートに泊まってきました。この絵柄持ってないですね。念のためデータベースを確認。今回はポップコーンを作ります。今回の動画最後まで見ていただきますと、東京ディズニーリゾートの新作のお土産を使って5種類の味のポップコーンを家で作る方法、こちらが分かるなってので、ぜひ最後にご覧いただけると嬉しいです。今年の2月、ディズニーから新しいポップコーンのお土産が登場しました。それがこちらです。ポップコーンキット、家でディズニーのポップコーンを再現することができるんです。今回はこちらのお土産を買ったので自宅で作ってみたいと思います。こちらのポップコーンキットのお土産、デザインはポップコーンワゴンとなっています。こちら側ミッキー、ミニー、プルート、反対側にはドナルドたちが描かれています。こちらがポップコーンキットの詳細、賞味期限は約4ヶ月ほど、お値段は税込み1600円です。中身はこんな感じになっています。ポップコーンのほか粉末の調味料、そしてケースが5個ずつ入っています。粉末調味料はカレー味です。そしてこちらがポップコーンの袋、ミッキーとミニーがアイスを食べてます。ボビーさんもアイス食べますか？あ、いいっす。裏側には作り方も書かれていました。ポップコーンの箱はディズニーのレギュラーボックスのポップコーンと同じデザインです。好き。今回のお土産に入っている味はカレー味なんですが、せっかくポップコーンの袋が5袋入ってますので、他の味も家でできないか挑戦したいと思います。今回作る味はこちら、ブラックペッパー、抹茶ホワイトチョコ、キャラメル、醤油バター、こちらの4つを追加します。どれもディズニーのパークでおなじみの味です。それでは早速自宅でポップコーン作っていきましょう。平大谷、まずはポップコーンキットに入っているカレー味から作っていきます。用意するのはお鍋、そして出来上がったポップコーンを入れるボウルです。まずはお鍋にサラダ油を大さじ2入れていきます。そしてディズニーのポップコーンを投入。サラダ油とポップコーン入れたら蓋をして中火で熱していきます。あ、おお。しばらくするとポップコーンが弾けていきます。鍋は少しずつ揺らしながら、どうしよう、焦がしました。おそらく原因は2つ、火が強すぎたこと、そして鍋を揺らすのが遅かったこと、この2つが考えられます。一応ポップコーンの焦げてないところ、そこだけ拾いました。それでは気を取り直してもう1袋開けていきたいと思います。5袋中1袋失っちゃいました。今度はしっかり鍋を横に揺らしていきます。おお、ポップコーンの弾ける音がなくなったら完成です。今度は無事に成功しました。できたポップコーンはボウルに移していきます。そしてカレー味の調味料の出番です。非常にカレーの香りがしますね。かけたらあとは混ぜ混ぜ混ぜタイム。カレー味のポップコーンの完成です。こちらは後ほど試食します。続いてキャラメル味のポップコーンを作っていきます。材料は牛乳、お砂糖、そしてバターです。お砂糖は 40g です。バターも 40g、 そしてポップコーンも作っていきます。続いてキャラメルを作っていきます。まずはバター 40g をフライパンに投入。中火で溶けるまで熱していきます。バターが溶ける匂い、いい匂いしますよね。そして牛乳を入れていきます。牛乳は大さじ1杯。続いてお砂糖を投入。
そして混ぜていきます。キャラメルっぽい色、茶色っぽくなるまで待ちます。ただ使ってるお砂糖が茶色のブラウンシュガーなので、茶色になったのかもともと茶色なのか分かりづらかったですね。白いお砂糖を使う方が良かったです。茶色くなってきました。このあたりで火を止めます。そして先ほどのポップコーンを投入。ちょっとずつ入れるのがおすすめです。この人は入れすぎ。キャラメルとポップコーンを絡ませていきます。絡ませていきます。続いてクッキングシートを敷いたお皿を用意。先ほど絡ませたポップコーンを入れていきます。広げて盛り付けて冷ましていきます。キャラメルポップコーンの盛り付け完了です。冷まして固まるまで少し放置です。続いては醤油バターを作っていきましょう。材料はご覧の通り醤油とバターです。まずはおなじみのポップコーン作りから。再びフライパンを準備してバター 20g を入れます。そして中火で熱していきます。溶けたら先ほどのポップコーンの投入です。少しずつ入れるのがコツ。この人は学習したようです。いい感じに混ざったら今度はお醤油を投入。小さじ2杯です。まんべんなくかけてください。混ざったらお皿に盛り付けます。醤油バターポップコーンの完成です。こちらも後ほど試食します。さあポップコーン作りもいよいよ大詰め。抹茶ホワイトチョコです。これまでの味に比べて少し一手間必要。頑張って作っていきたいと思います。一人暮らし独身男子の底力、満を持して見せ、まずはホワイトチョコレートの準備から。ホワイトチョコレートを細かくぶった切っていきます。そして電子レンジで温めていきます。ラップをしてください。僕はラップを忘れてしまいました。時間は1分がおすすめ。僕は1分半やってしまい、ほんの少しだけ焦げました。そしてもうおなじみのポップコーン作りです。目をつむりながらでも作れます。続いてお砂糖です。お砂糖は 80g。フライパンにバター 40g を入れて、先ほどのお砂糖 80g も入れていきます。あとはお水を大さじ2杯。そしてバターを溶かしていくんだ。今回はキャラメルポップコーンじゃないので、キャラメルっぽく茶色くなる前にこの辺りで火を止めます。火を止めたらポップコーンを投入します。そして絡ませていく。ポップコーンを少しずつ入れていくのがコツです。そして混ざったら今度はホワイトチョコレートの登場です。先ほど溶かしておいたホワイトチョコレートをスプラッシュマウンテンしていきます。ホワイトチョコレートをかけるときはまんべんなくやるのが良さそうで良いですね。僕は一箇所に集中してかけてしまったので、固まってしまって混ぜるのが大変でした。今度は抹茶パウダーをかけていきます。抹茶パウダーは小さじ1杯です。そしてまた最後に混ぜていきます。混ぜ終わったらクッキングシートを敷いたお皿に移していきます。あとは冷蔵庫で30分ほど冷やして終わりです。最後はブラックペッパー味です。これは非常に簡単です。今まで作ってきたポップコーンから少しずつ取り分けて、ブラックペッパー用のポップコーンを確保しました。用意するのはお塩とブラックペッパーです。ブラックペッパーもいろんなメーカーが出してますが、今回は SB の粗挽きブラックペッパー、こちらを買いました。ブラックペッパーの量はお好みで、僕的にはいっぱいかけまくるのが美味しいんじゃないかなと思います。最後は塩とブラックペッパーが混ざるように全体を混ぜていきます。
完成しました。ケースに入れてみたところ、割と本物に近いポップコーンの見た目。左からカレー味、醤油バター、キャラメル、ブラックペッパー、そして抹茶ホワイトチョコです。まずはカレー味。こちらお土産のポップコーンキットのカレー調味料を使ったものです。うん。カレーですね。さすがお土産の商品ということで、ディズニーのカレー味のポップコーンそのまま、香ばしくて大変いいお味です。今度は醤油バターです。うん。うん、醤油バターは味濃いめ。ディズニーのパークで売っているものよりもさらに強めの味ができました。ちょっとしっとりしてしまいましたが、しっかりした味でとても美味しかったです。今度はキャラメルポップコーンです。うん。キャラメルも大変美味しいです。自分で作ったキャラメルなので、ちょっとだけ強めのお味、濃い甘さが非常に美味しかったです。そしてお次はブラックペッパー。うん。うん。はいはい。ブラックペッパーは味が薄かったです。もう少しお塩とブラックペッパーたくさんかけた方が良かったかもしれません。もし作る場合は大量に振りかけてください。そして最後は抹茶ホワイトチョコ。うん。うん。抹茶ホワイトチョコはしっかり抹茶の味がしました。固まっていたホワイトチョコもいい感じに分散。しっとりしたホワイトチョコでしたが、パークのようなポップコーンで非常に美味しかったです。それでは今回の5種類のポップコーンの味の中で、僕的に一番美味しかったものを選んでいきます。今回一番美味しいと感じたのはこちらの醤油バターです。濃いめの醤油の味がしっかりして、僕の大変好みの味でした。お酒を飲む時のおつまみにもなりそうです。バターの風味も効いていて非常に美味しかったです。今回はディズニーのお土産のポップコーンキットを使って、ディズニーのポップコーンを再現してみました。お土産についてくるカレーパウダーだけでも楽しめますので、ぜひ買ってみてください。今回感じたんですが、ポップコーンを作るのって結構大変なんですね。次にディズニーでポップコーンを買うときは、今回の経験を噛み締めて食べたいと思います。今回の動画を見て良かった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンをお願いします。まだチャンネル登録をしてないという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。